加藤清忠の子として尾張の国に生まれる。幼名は夜叉丸。親戚であった縁から故障として豊臣秀吉に仕える。元服し加藤清正に改名。豊臣秀吉の中国遠征に従軍する。本能寺の変が勃発。豊臣秀吉の中国を外し見つき従う。賤ヶ岳の戦いで敵将を倒し、豊臣秀吉から所領を授かる。肥後の国北陣一揆が起こり、バッサナリマサが切腹。小西行長と共に肥後の国の反目術を任される。文禄慶長の駅で活躍。秀吉が死去し朝鮮から撤退。家康の養女を軽室として迎える。福島正則が豊臣秀吉小外の七将と共に石田三成暗殺未遂事件を起こす。家康に上洛を禁じられ関ヶ原の戦いには参戦できず、九州の攻撃のみに加わり、恩賞として肥後一角の大名となる。熊本城を完成させる。徳川家による名古屋城の不審に協力。二条城で行われた徳川家康と豊臣秀頼との会見を取り持つ。京都からの帰国途中に発病し死去する。